ルーベン・シロアフフ、ルーベン・シロアフフ、ヘブライ語は中東専門家でイスラエルの諜報部門創設機の第一人者。同国対外情報機関のイスラエル、諜報特務長の創設者。はじめはザスラニという姓を名乗っていた。国際連盟イギリス委任統治療パレスチナの異臭部の政府的存在であった、ユダヤ機関外交諜報部であった。 政治局所属のシロアフフは1931年に新聞記者の偽装でイラクに赴く。その時すでにシロアフフは今日まで続くシオニストとクルド人のコネクションの基礎を作り上げる。パレスチナへ帰った後、異臭部の政府的存在であったユダヤ機関の外務省的存在権情報機関である政治局の中でアラブ専門家精鋭を集めたアラブ化に所属した。 さらに、異臭部の軍事組織ハガナーの情報機関である、ハガナー情報局の創設に関わる。第二次世界大戦時には、ユダヤ機関と協力関係にあったイギリス軍とのリエゾンを務めて、英国側との意思疎通を図る。イスラエル建国後は、モシェ・シャレット外相の特務問題顧問として、新国家の対外情報機関となった外務省政治局を指導監督した。だが、 白ア夫プは外務省政治局に問題を見出した。そして外務省政治局の監督及び同局と他の情報機関との情報活動調整のために1949年12月13日に情報法案集中調整庁を創設して初代長官に就任。1950年に白ア夫プは監督機関もサッとと並存していた。 対外情報機関の外務省政治局の解散を決定。ヨーロッパで情報活動に従事していた外務省政治局の情報要員たちはこれを不服とし公文書を焼くなどイスラエル情報コミュニティ市場に残るスパイたちの反乱を起こすがシロアフフはこれを鎮圧処分した。1951年に情報保安集中調整庁は 外務省政治局の資産を吸収して、イスラエル情報特務長と解明。ありがとうございます。